俺たちのジャパンへようこそ。皆さんは日独伊三国同盟をご存知ですか？1940年に日本、ドイツ、イタリアの間に結ばれた軍事同盟で、お互いを認め合い、三国で協力して戦うことを決めた約束です。多くの方は学校で習ったのではないでしょうか。今回の動画では、現代の日独伊三国同盟と注目されている話題を取り上げます。と言っても軍事的な話ではなく、世界中で議論されている自動車の EV 法案の話です。日本は EV 化はあまり進んでおらず、ヨーロッパなどに比べると普及率は低い状況です。これはトヨタ自動車がハイブリッド車や水素自動車を推奨して長年戦略を立ててきたためです。この戦略は世界の流れには合っていないとされ、日本は EV 化の後進国などと指摘する意見もありました。しかし、ヨーロッパで EV 法案が正式に可決される。まさに直前で事態は急変します。ドイツとイタリアが法案に反対し、日本の戦略を支持したのです。EV 法案の日独伊三国同盟とはどのようなものなのでしょうか。ぜひ最後までご覧になって確かめてみてくださいね。こんにちは。僕はドイツ人のパオルって言うんだ。今日は仕事が休みで天気が良くて、今の時期にしては暖かいから、二人の友人たちと一緒に車の洗車に来ている。友人の一人は日本人のケンタ、もう一人はイタリア人のカルロだ。僕らは三人とも国籍は違うけど、サッカーを通じて知り合って、なんとなく馬が合うなって感じがして、よく一緒に過ごしているんだよ。そうそう、昨日の夜にビールを飲みながら二人を洗車に誘った時に、ケンタが日本人は自宅の駐車場で洗車をするんだって言った時にはけしからんって思っちゃったんだよね。だってドイツではそんなことをしたら罰金の対象になってしまうんだ。車の洗車時に出る洗浄液と汚れが混ざった排水が流れると、下水道に流れると周辺の水域の環境を汚染してしまう。そうした理由から法律によって自宅で洗車をすることが禁止されているんだ。だから今日は専用の洗車場に来ているんだよ。でもそれからよく聞いてみたら、日本ではちょっと事情が違うみたいだね。下水道がしっかり整備されているからかな。好きな時に気軽に洗車することができるなんて羨ましいなって思う。イタリア人は洗車をするなんて考えもしないらしい。カルロの車は埃などで汚れて真っ白で、指でなぞったら文字が書けそうなほどだ。洗車に誘った時も、洗車場？何それ、テーマパークみたいで面白そうだね、なんて言うし、今も洗車場の独特の形をしたホースから水が勢いよく出るところやカーシャンプーが泡立つのを見て喜んだりしている。ケンタとカルロは僕の車の両隣のスペースに車を止めて、それぞれ車を洗車している。僕は車に乗る頻度が多いし、気温が氷点下になる冬の時期に道路に大量の凍結防止剤が巻かれていた影響もあって、カルロの車ほどではないけれど、車体はかなり汚れてしまっている。大切な車だから、もっときれいに保っておきたいという気持ちはあるんだけど、寒い時期に冷たい水を使って洗車をするのはなかなかの苦行だ。どうしても先延ばしにしてしまうんだよね。洗車場の料金も結構バカにならないしね。そんなわけで僕らはせっせと愛車の汚れを落としている。洗車場を見渡してみると、暖かい日に洗車を片付けてしまいたいと思う人が多いのか、かなり混雑している。こうしてみると EV 車の割合がかなり増えてきたよね。ケンタは作業にちょっと飽きてきたのか、僕に声をかけたので、僕も手を止めて答えた。ドイツの EV 車のシェア率は 17.7% だって、この前見たニュースで言っていたな。2035年の EV 化法案に向けて着々と EV 化が進んでいるっていう実感があるよ。日本は EV 化がほとんど進んでいないって言うから、僕はちょっとだけ優越感を感じながら言った。僕は BMW のガソリン車を大切に乗っているけど、次に買い替えるとしたら、もしかしたら EV 車を検討するかもしれない、なんて思っている。
でもドイツも日本のように EV 法案に反対することになったんでしょ？びっくりだよね。え、そうなのか？突然のケンタの言葉に僕は耳を疑った。そうそう、イタリアも反対することになったんだよ。反対側の方からカルロの声も聞こえてきた。どういうことだ？そういえば最近ニュースなんて全然見ていなかったな。僕は話題についていけなくて慌てたけれど、二人して嘘をついているんじゃないかと疑っていた。 EV 法案はヨーロッパ全体で進んでいて、電気自動車へのシフトが進んでいる。ドイツでは特に急激に電気自動車の普及が拡大していて、全体より5年も早い2030年までにガソリン車の販売禁止まで目指している。ポルシェ、アウディ、BMW などドイツが誇る有名な会社がこぞって EV 車を生産している。急に EV 法案に反対するなんて信じられないな。僕を騙そうとしてるんでしょう。僕がそう言ってもケンタは首を振る。つい最近のニュースで言っていたよ。2023年3月の承認で EV 法案が決定する予定になっていたんだけど、土壇場でひっくり返ったから大騒ぎになっているけど、聞いてない？ケンタの言葉にカルロもそうらしいよねとうなずく。僕はすごく気になってしまい、ポケットに入れたスマホで調べたくなった。驚くような内容も気になったし、僕だけ話題に置いていかれるのも悔しかった。その瞬間、ケンタは大きなくしゃみをしてブルッと震えた。今日は暖かいとこ行って、こうやって冷たい水で洗車してるとやっぱり寒いね。早く終わらせてカフェでコーヒーでも飲んで温まろうよ。確かに僕もホースを持った手先が冷たくなってしまっている。僕はしぶしぶそうしようとうなずいて洗車作業に戻った。しばらくすると愛車は買ったばかりの時のようにピカピカになり、なんだか誇らしげな気分になった。やっぱり綺麗にすると気持ちがいいよね。僕は大切なものを長く愛用することが大好きなんだ。それからカフェに移動して、僕らは暖かい室内でゆっくりコーヒーを飲むことにした。一仕事を終え、ゆったりとした音楽を聴いていると眠ってしまいそうな心地よい気分だった。そうしていると、そうそう、このニュースだよ、とケンタがスマホを渡してきた。見出しには EV 法案に急ブレーキと書いてある。さっきの話か、EV 法案が覆るなんて。半分以上嘘だと思っていたけれど、本当のことなのか？今まで散々、これからは電気自動車の時代だと言って騒がれていたのに、急に事態が変わることなんてあるんだろうか。一体何があったんだろう。僕はそのニュース記事を読んでみると、そこには目を疑うような驚くようなことが書いてあった。ヨーロッパが主導となって進めていた EV 法案にドイツが反対したことで、法案の承認はなんと無期限延期となったんだ。一体どうして？と僕は先を読んでいく。どうやら E フューエルのみで走行する車をゼロエミッション車に含めない限り法案を支持しないとドイツが表明したようだった。つまりどういうこと？ E フューエルってなんだっけ？僕はすっかり混乱し、ケンタに聞いてみた。E フューエルは合成燃料のことらしいよ。水素を使った再生エネルギーなんだって。既存のガソリン車やディーゼル車にそのまま使えるみたいだね。なるほど。ドイツにはメルセデス・ベンツ、BMW、アウディ、フォルクスワーゲンなど素晴らしい車がたくさんある。僕も長年乗っている車には愛着があるから、すべてを新しい EV 車に変えてしまうという話には抵抗があったんだ。新しい EV 車に切り替えて今までのいいものがなくなってしまうよりも、すでに作り上げられている車を使い続けることができるっていうのは、ドイツ人の僕からしたら確かに魅力的な話だった。しかも EU 内で EV 法案に反対しているのはドイツだけではないようだ。カルロは温かいコーヒーを飲みながら、イタリアは従来のガソリン車やディーゼル車の生産ラインが不要になると雇用が失われる恐れがあるから反対しているんだ。今までの実績を大切にしたいのはドイツと同じだね、という。その他にもポーランドやブルガリアも反対意見を表明していて、
この4カ国の人口を合計すると EU 全体の 35% を超えることになる。つまりほとんど決定かと思われていた2035年の EV 化法案は否決になったってことだ。 EV 一択になるなんて言われていたけど、やっぱり無理があったみたいだよね。ケンタの言葉に確かにと僕はうなずいた。急激に電気自動車の普及が拡大しているとはいえ、 EV 車のデメリットはニュースに疎い僕でもよく聞いていた。ゆくゆくは解決できる日が来るのかもしれないなんて言われてたらそうかもしれないって思ったけど、あと10年ちょっとでなんとかできるとは到底思えなかった。ニュース記事によると、こうした EV 法案に反対する動きはかつて結ばれた約束から由来して現代の日独伊三国同盟なんて言われているようだった。日本は以前から EV 一択に頼る方法に反対していて、特にトヨタは合成燃料やハイブリッド車に注目している。そんな日本の姿勢を EV 化の時代についてこれない国なんて批判する声もよく聞いたけれど、こうした結果を見ると日本の大勝利ってことになるんじゃないか。日本、ドイツ、イタリアが意見を一致させ大きな流れを覆すことになっている。結局すべて日本が正しかったということなんだね。僕が言うとケンタは、うん、これからはドイツやイタリアと協力していけると思うと心強いよとうなずいた。日本、ドイツ、イタリアが同じ意見になったっていうのはなんとなく僕も嬉しい。3カ国が僕ら3人のようにお互いを認め合って仲良くやっていけるっていうことだもんな。車は僕らの生活にはなくてはならないものだけど、環境も大切にする必要がある。これからの世界のためにしっかりとした選択をしていかないといけないよね。自動車メーカーの多いドイツとイタリアが声を上げたのが大きい。日本の独自意見なんて言われていたみたいだけど、ドイツとイタリアが反対して日独位に塗り替えるなんてドラマみたいだよね。 EV 化自体は悪くないけど、今の時代ではまだ早すぎる。トヨタが言うように選択肢を増やすべきだよ。 EU の中でもこの手の政策にはいろいろと議論が賑やかなんだよな。スマホのバッテリー劣化ですら困っているのに、 EV 車のバッテリー劣化なんて深刻だよね。バッテリーが劣化したら乗り換えるときほぼ値段つかないだろうし、僕も日本が正しいと思ってる。これはヨーロッパの西側諸国が目覚めるきっかけになるはず。自分たちが自分たちの環境を破壊していることに気づくだろうね。日独伊の三国は優れたガソリンエンジン車を作ってきた国だから馬が合うところがあるんだと思う。極端な方へ舵を切ると頓挫するっていうことが分かってしまったよね。変革には時間をかけるべき。世界に大貢献しているトヨタをこれからも応援していきたいよ。ドイツが EV 法案を覆す決め手となった e-fuel はガソリンや軽油などの代わりとして期待されているエネルギーです。最大のメリットはガソリンや軽油と同じように使えるため、既存のガソリン車や軽油車で燃料としてそのまま使うことができます。既存のガソリンスタンドの設備で使うことができるので、新たな設備を導入する手間やコストがかかりません。また液体燃料のため同じ体積または重量あたりのエネルギー密度が高いという利点もあり、少ない量で多くのエネルギーを持っています。しかしながら当然デメリットもあります。最大の課題は普及に向けたコストが高いことです。ガソリン価格の高騰を喜ぶ人がいないことならわかるように、燃料のコストは大きな課題ですよね。既存の車をそのまま走らせることができるだけでなく、ゼロエミッションをも可能にする e-fuel はこれからどのような未来を迎えるのでしょうか。世界の技術の進化に期待したいですね。それでは最後までご視聴くださいましてありがとうございました。もしよろしければ皆さんのご意見や感想をコメント欄へお寄せください。またよかったら高評価ボタン、シェアしていただけると嬉しいです。それでは次回の動画をお待ちください。